8月26日土曜日、ちょっと今日これから髪の毛切りに行きます。ということで髪の毛無事切ったので、これから新宿に向かいます。代々木上原着いたけど、なんかすごい急に曇ってきた。ということで新宿到着。若干雨降ってるけど、このまま行っちゃいます。新宿マップカメラ到着です。ライカマークなんかできたんですね。なんか地下1階だけだと思ってたら、ちょっと先にネギシ食べに来ました。美味しそうなネギシセットが来ました。ありがとうございます。再びお腹いっぱいになった状態で見に来ました。こちらの地下から入ります。すごい。これで？あ、違いますね、違いますね。これ渚さんの M3 かな。1回巻き上げだから、渚さんのは2回巻き上げな気がします。 Q3 と Q2。 これマックスさんの取り置きしてるゴーストですよ。あ、そうか、ライカマークがないんですね、ここに。そう、ないのがいいでしょう。綺麗ですね。それと唯一のシルバーレンズ。あ、確かに。かっこいいよね、これ。いや、もうかっこいいですね、これ。かっこいいよね。めちゃくちゃかっこいいよね。はい。このフードを外していただいたときに、ネジが出てきちゃうんですよ。なるほど、なるほど。なるほど。そうか。自分も初めそれ何か分かんなかったです。フードをつけておいていただいて。そうですね。はい。こちらストラップが1000円。あ、ストラップついてるんだ。それはリミテッド仕様なんですけど、すごい。見るとテンション上がります。なんか全然違うものが、2回 Q2 を買ったんですね。 Q3 も、めっちゃ綺麗です。サンゲストが、これつけたらもっとかっこよくなると思う。 Q3 のサムレストをつけて、これで片側のボタンが、そうそうそう、内側が死んでます。はいはい、そうですね。 Q2 はボタン一つしかない。まあ、色があっていいですね。できた。すごい、ストラップも長さにちょうどいいな。あ、やったー。あれ、1回もこんな感じ。すげー、かっこいいですね、これ。いやー、すごかった。さすがマックスさんです。ポケモンコーナーすごい。上村食堂に移動します。ウボシエクストリームマップ、あっという間に三軒茶屋来ました。来たな、なんか持ってる、なんか持ってる。聖地に来ました。いや、美味しそう。いただきます。以来並べようと思って持ってきたよ。お、あ、今日持ってきてたんですね。これは絶対来るなと思って。何かと思いきや。まさかのゴースト2台だな。ゴースト2台ってすごいですね。ね。これちょっと写真撮ったぞ。いやー、お昼のビール幸せです。これこの間のマックスさんに譲ってもらったキークロン、すごい気に入って使ってたら、うちの奥さんも欲しいっていうところで、で特にテンキーモデルが欲しいっていうことなんで、ちょっと譲っていただくことになりました。ありがとうございます。フリー素材、はい、また遊びに行きます。ごちそうさまでした。すごい、飛行機あんなとこ飛んでる。新しいキーボード PS5 の原神で使用中です。押した時になんかふって戻ってくる感覚がすごい気持ちいい。打ちたくなる、とってもいいです。ありがとうございます。で、こちらが自分のキーボード、キークローンです。本当打ち心地が気持ちくて最高です。